北海鉄道フェリーは、中華人民共和国遼寧省大連市と山島省延大市を結ぶ鉄道フェリーで、航海の北部分である北海を越えて、99.779海里を船で結ぶもの。中国鉄路が2007年から運用していて、現在は貨物列車を運んでいる。航海をまたいで、山島省山東半島と遼寧省両東半島を、 結ぶ方法はいろいろ研究されてきて、特に十九世紀に、新関東が始まり、北洋艦隊が異海へと旅順に設置されたことより、両岸の連絡の必要性が高まり、その後長期にわたり佳橋建設、海底トンネル建設などが検討されたが、現実的な方式として、航海の北部分である牧海に面した延大と大連市旅順を連絡する、鉄道フェリー計画が2 0 0年12月に、 国務院の承認を受け2004年10月に関連施設を着工2006年11月から試運転を行い2007年から本格運行をしている海上鉄道フェリーとしては海南省海口関東省除去機,機圏を連絡する越海線に次いで2番目のもので中国で最も長距離の鉄道フェリーであるこのフェリーは海路99.779海里を結び現在は 天津新興造船所で建造された中鉄牧海1号、2号、3号の3台のフェリー船が運航していて、それぞれ全長182.6メートルで、鉄道貨物車50両20トン級、トラック50台、乗用車25台、乗客480人を運ぶことができ、往復6便を運航、片道の所要時間は6時間半である。主な輸送は、 鉄道貨物である。また、G15 深海高速道路のルートの役割も兼ねているため、鉄道貨物以外に、トラックや乗用車、また旅客輸送も行っているが、輸送量は限定的である。このフェリーコール解説に合わせて、大連市内に位置する、旅順市船町、峰港駅より、旅順西駅までの 23.329km が延伸され、 高速道路支線も完成している。フェリー港は、北海の洋東湾に位置し、ここは南から、世界和平公園、新開発区、大学が位置する地区であり、地区の一番北側にあたる。北海鉄道フェリーの旅順西駅舎。1階は切符売り場で、2階のコンコースからフェリーへ乗船する。北海鉄道フェリーの旅順西駅で待機する、貨物列車。 フェリー港近くの貨物列車走車場、旅客ターミナル、駐車場などが設置された地域を旅順西駅と称しているが、鉄道の旅客設備はない。駅舎は4階建てとなっており、1階が切符売り場、2階へ上がりコンコースからフェリーへ乗船する。直線距離で約 1km 南東に大連地下鉄12号線の旅順進行駅がある。大は芝島の不に接岸して、 付近に愛園線より 12.004km 延伸した円台北駅が開設している。大連港から出ている円台、大連フェリーに比べて、旅順西駅は市中心部から 35km の距離があり、公共交通手段も未整備であることより料金が安めに設定されている。乗用車は片道500元で、旅客は特等980元。 1>, 1等680元、2等380元、2等 B260 元、3等 A240 元、3等200元、3等 B180 元である。ありがとうございます。